ユニバーサルメタル野田光哉ね。新日鉄だから光哉が気になるという。もう46ですよ、もう誕生日を迎えて、はあ、未だロードバイク。検索しております。もはやこれまで近づきな、液晶セラミックコンデンサーか。セラミックコンデンサーを取ってここに入れておく。80キロ。で、よっしゃ、ここで曲がるのか。霊園がいっぱいありますね。父親のお墓を探そうかな。
ばい。出ました。ゆっくり。ボスにアルミ箔を入れるっていうのと、シートボス。
ここは取れてる。あ、そうだ。ここか、もう出てきてる。Google マップで通れるようになってますけど。利根川上流加工事務所。利根川か。奥利根へ行きましたけどね。じゃあ堤防の上を行きましょう。洪水が気になるところ。動物がいるとすればタヌキかな。
鹿島で利根川のほとりを利根川の堤防を行ってます。アラサイとは違って利根サイ利根川じゃないですけど、奥利根と言いましてね、この奥には群馬のスキー場がある、水上があります。水上高原があって、砲台木があって、藤原スキー場、奥利根スキー場があります。利根川の利根川水系、ヤンバダムの利根川水系、ヤンバダムのおかげであれがなかったって、洪水がなかったって噂が、杉村太蔵さんが言ってました。涼しいのはいいですね。利根川は鬼怒川もありますね。さっきの氾濫が3.5 って書いてある。観光からでしょうか。ブワッバーズで、あら、ワシじゃない、あれ、タカ？いい鳥いました。タカかワシか。タカでしょうね。ワシがいるわけで。橋に、これ何橋かな、利根川渡っちゃいましょう。
分粒子がめっちゃ細かい。ナノテク、ナノパウダーだ。ちょっと暑くなってきてますね。
自然を観察していきましょう。こんなとこまで来てしまいましたけど、なるほど。